皆さんおはようございます。今シャングリラシンガポールの、仕事場に向かっているところなんですが、今日は TBS さん主催のテレビ番組でサマーリゾートっていう、サマーさんがやってるのかな、司会で、やられてる番組があるんですけど、そちらのテレビ番組でシャングリラシンガポールを映してくれるってことだったので、今撮影に向かってます。コロナ前は結構こういったテレビ撮影とか映画撮影が結構多かったんですけど、今こういった状況で久しぶりの、テレビ撮影になるので、今からかなりワクワクしてます。ただ昨日ちょっとムエタイトレーニングやりすぎてちょっと足捻挫してしまいまして、ちょっと今痛いんですけど、張り切って楽しんでやっていきたいと思います。では向かいます。今シャングリラシンガポールに到着しました。これから撮影に入っていくんですが、今日7月の22日からまたシンガポールの規制が変わりまして、飲食店内での、食事をすることができなく本日からなりました。その影響もあってかなり、キャンセルもホテル側では続いてまして、今ロビーにいるんですが、もうほとんど今今日見ると人がいないような状況になってますね。ここのロビーラウンジも通常この時間であればかなりお客さんまでにぎわってるんですけど、今は館内では食事ができないので、まあ、人がいないような状況になってます。Hi, Sumi, how are you? Very good, Didi. Very good. How are you doing? Yeah.今、撮影の打ち合わせをしているところです。これからロビーと、館内にある、レストランと、あとはスイミングプールと宿泊のお部屋を撮影していく予定になってます。これが今シャングリラで出しているハイティーのデリバリーになります。これが子供用ですね。これがローズバレンダっていう有名なハイティーのレストランのデリバリーで、これが今ナミっていう日本食のレストランがあるんですけど、そこで出してるジャパニーズアフタヌーンティーですね。今ローズバレンダの撮影です。今ちょうどプールの撮影をしてます。プールが結構深いみたいですね。今はお部屋の紹介をしてます。ここはバレーウィングのワンベッドルームスイートのお部屋になります。
今ようやくテレビの撮影が全て終わりました。結構いい映像も撮れて皆さんも満足して帰られてました。放送は8月の28日の土曜日の、深夜の12時からになるみたいなのでぜひチェックしてみてください。今日はシャングリラシンガポールからでした。したっけねー。